伊東大橋は、鹿児島県泉郡長島町にある、長島といから島を結ぶ、全長675メートルの橋である。形式は、主橋両部が5景間、連続プレストレストコンクリートシャバリ橋、両側の取付部が単景間、プレストレストコンクリート桁橋である。中央市間の260メートルは、開通時点でコンクリート橋として、日本最長であった。 伊藤大橋が開通した2年後の1998年4月1日に、鹿児島県の離島振興対策地域の指定が、いから島について解除された。いから島は、長島本島の続島で、人口は1995年国勢調査時点で334人、面積3.05平方キロメートル、周囲18.3キロメートルとなっている。 最高地点の人体源の標高96.9メートルを中心に、なだらかな丘陵地帯を形成し、平坦地は乏しい。就業者の多くは農業、または漁業に従事している。河橋前は、長島の宮の浦港と伊唐島港を結ぶ、約2キロメートル、20分の航路があり、河橋と同日の廃止直前時点では1日2便の、 客船及び1日5便のカーフェリーが運航していた。本島の長島1974年に開通した黒の瀬戸大橋により離島を脱却しており、その頃から地元では、イカラ島への佳橋構想が水面下で持ち上がるようになっていた。1979年3月24日に、イカラ島から当時属していた自治体東町に対して佳橋の陳情が行われ、 同年7月に、島民たちが、イから島開発推進委員会を結成して、加強運動が開始された。1984年には、東町長が会長となる、イから島農業開発促進規制同盟が、結成されて、農業振興に不可欠として、農道加強が提案されるようになった。同年6月の町議会で、推進の議決がなされ、町の予算で、 基礎調査が開始された。鹿児島県が1983年1月に策定した第四次自動振興計画においても、いから島の農用地開発整備を推進しながら、本島と結ぶ交通体系を検討すると謳われ、農業振興を名目として、九州農政局及び農林水産省に対して陳情が行われるようになった。ちょうどこの頃、九州農政局が、 それまで実施してきた大型事業が終了することになり、それに変わる時期の大型事業を検討しようとしている時期であった。事業枠に空きがあったという偶然に加えて、東町長の飯尾博之が陳情に農林水産省を訪れた際、構造改善局次長が陸軍士官学校時代の後輩であったことから、イカ島家境の調査費に理解を得ることができたという偶然もあった。 この結果、伊藤地区の農業振興事業の一環として、農業基盤整備事業とともに、橋の建設が推進される方向となり、規制同盟発足から10ヶ月で、国の調査費が認められ、1985年10月から、県営イカラ島農地開発事業の国直轄調査が、1986年6月から、イカラ島農道協会定ボーリング調査が開始された。 そして1987年2月に農地開発事業の起工式が、1989年1月に農面農道医当地区の起工式が行われ、1990年12月に橋の株工が着手されることになった。こうして農林漁業用揮発油税財源身代わり、農道整備事業伊か島地区という事業名で課況が開始された。橋の当初の課長は、 木原島大橋であった。上が、野島ルート、中が、マテウラルート、下が、高崎ルート設計にあたり前提条件として、道路規格は3種4級、設計速度は時速40キロメートル、計画交通量は1日500台から1500台、設計荷重はマイナス14トルコリラ、設計水平振度は0.13、設計基準風速は44.0メートル毎秒。 航路限界は、満潮面から高さ18メートル、幅200メートルとした。橋のルートは3案を検討した。イカラ島の南端付近琵琶の首から、長島の方先へ渡る、方先ルート、イカラ島の西側から、対岸の長島に渡るマテウラルート、イカラ島の北端付近から野島へ渡り、さらに、小浦島へと渡る、野島ルートである。 小浦島はすでに父の瀬橋で長島と結ばれていた。経済性、地域性、景観性について比較検討した結果、マテウラルートが選択された。河境地点付近は、中世代白秋の五小浦総軍や、姫浦総軍、新世代古第三期の赤崎総軍等を基盤とし、その上に、先進予や、後進予に噴出した火山岩が分布している。 地盤の固有周期 TC は0.2秒以下で、耐震設計上の地盤種別は最も良い一種地盤である。上部校は、経済性、思考性、景観性について検討を行い、下橋地点が、雲仙天草国立公園内であることから、環境庁とも景観性について十分な協議を行った。農道橋であり、将来は、町か土地改良区が管理することになることから、 将来の維持管理費ができるだけ安くなるような観点からの検討もいった。検討したのは、コンクリート橋のシャバリ橋と、桁橋、公共のトラス橋と、シャバリ橋で、プレストレストコンクリートシャバリ橋が選択された。株構については、地質、性打ち、構造特性、思考性、経済性、思考海域の環境などを検討した。多重式基礎、合成基礎、 焼いた式基礎、構成ウェール、設置ケーソン、ニューマチックケーソンについて、比較検討した。また、養殖場が近くにあるため、おだく防止に留意した。この結果、主教部の橋脚は多中式食い基礎、取付部の橋脚には直接基礎を採用した。主刀の基礎は、直径 2800mm のものを、長さ 41.5m から 58.5m、主刀1本あたり16本とし、 これ以外の海上部橋脚基礎は直径 2000mm のものを長さ 30m から 33m 橋脚1基あたり4本とした。橋の主観割りについては3景間、PC シャバリ橋と5景間、PC シャバリ橋を比較した。3景間では側景間が長くなると側景間に活荷重が乗った場合の張力変化が大きくなり橋全体の変化も大きくなる。 一方、側景観を小さくすると、主景観が長くなって、主景観の必要断面合成が大きくなって、不経済となる。そこで5景観にすることで、側景観を2景観ずつにし、主景観の変形や、謝罪聴力の変動を抑制する方針とした。これにより、主景部の景観は四十四プラス百二十プラス二百六十プラス百二十プラス四十四メートルとなり、これに、 取り付け部に単純 PC 箱下鏡43.5メートルを両側に取り付け、橋長を675メートルとした。手桁の構造は2室箱断面の桁口に0メートルである。手刀の形状は2面釣りのシャバリ橋であるので、H 型と A 型の可能性があるが、軽観や指向性、剛性、 走行車両に与える影響などを考慮して H 型の手刀で上部を内側に狭くした純 H 型を採用した。車材の配置は側面から見た放射系、ファン型、ハープ型の3種類があり、ケーブルや手下の応力の面で最も有利なのは放射系で、あるが手刀天馬にケーブルが集中するので構成サドルが必要となる。 ハープ型は効率は悪いが手刀への定着構造が同一となり、地震時の手下の水平変異量を抑えることができる。ファン型はこの中間である。また H 型手刀との組み合わせで作装して見えるという、景観上の問題から放射型とファン型は好ましくないとされ、準ハープ型を採用することになった。伊藤大橋一般図1990年12月から、 橋の下部校に着手した。橋を建設する現場付近は、水深20メートル程度、複雑な岩盤層と休憩車、破砕帯4メートルに及ぶ、緩慢さ2ノットに達する潮流など厳しい思考条件の中で、杭の位置決め、リバースサーキュレーション工法による海底岩盤の掘削、延長精度の確保などの目的から、海上作業台と、 大型機重機船を用いて作業をすることになった。1991年7月に基礎食いの施行を開始した。まず会場作業台を現地に据え付け、作業台に乗せたクローラクレーンで食いの位置に目をする桁材、銅材を設置した。そしてケーシングパイプをクレーンで立て込み、バイブロハンまで岩盤中2から5メートル程度の深さに、 ケーシングパイプが達するまで打折した。このケーシングパイプ内でリバースサーキュレーション工法により作工を行い、本杭を基重機線で穴の中に立て込み、鉄筋カゴを立て込んでから中詰めコンクリートを打折して基礎杭を完成させた。一本の基礎杭を施行するのに14日かけるサイクルで途中まで施行が進んだ段階で次の基礎杭に着手するような作業工程とした。 合計40本の食い試行に21ヶ月を要し、1993年3月に完了した。さらに、基礎食いの食い頭部を合結するフーチングを施工した。1992年3月から1993年5月までに2期の首都基礎のフーチングを完成させた。その後、首都を建てる工事、謝罪を張る工事と手下田の施工を並行して実施した。 まず首都を23.8メートル施行した後、その上で、四方向を使って支えながら、シュゲタの中東部を26メートル施行し、ホルバウワーゲンを首都の両側に1台ずつ、合計4台組み立てて、1ブロック4メートルの張り出し部をバランスをとって、順次施行していった。中央警官側は30ブロック、側警官側は32ブロックで施行した。並行して、 主刀も施行し、主刀から謝罪を張って伸びていく橋桁を支えるようにした。主刀は下部を3ロット、上部を19ロット、横両3カ所の合計25回に分けて施行された。高い延直精度が必要であることから内部に鉄骨を配置している。型枠を精度よく設置して流動化コンクリートをポンプで圧送して打折している。 また謝罪はケーブルを工場で所定の長さに切断し、防災微処理をした上で現場に搬入して用いた。主景官が閉鎖しない時期に、川景官については、市中式支保護を使って、施行を進め、川景官併合時には釣り市保護を使って、閉和した。1995年4月10日に、伊カ島大橋と、歌唱されてきた橋が正式に、伊東大橋と命名された。 1995年7月7日に中央部で桁が併合し、連結式が行われた。その後謝罪の最終調整と橋面工が実施され、橋としては1996年3月に竣工した。PC シャバリ橋の張り出し施考では、たわみや謝罪張力、各部の応力をきちんと管理する必要がある。これに加えて伊東大橋は、 死闘の剛性が小さく張り出し長さも長いことから最も長く張り出している時には100トンの荷重で約1.2メートルの変異が生じる非常にたわみやすい特性を持っていた。そこで試行中は各所で張力、応力、たわみ、温度、傾斜などを測定しながら慎重に管理を行った。また特性上風による振動が大きくなることが予想され特に謝罪ケーブルについて 台風対策が重要視された。謝罪については当初から風洞実験を行い、さらに試行中の橋での風音を観測を実施した。レインバイブレーションやウェイクギャロッピングなどの問題があり、ダンパーの設置、謝罪中間へのクランプの設置、精神ワイヤーの設置などの対策が実施された。1996年8月2日に開通した。農道を含めた。 総工費は129億9000万円で、その内橋に関する部分が106億8400万円であった。伊から島の人口の少なさから、1個あたり1億円もの費用がかかったとされ、典型的な税金の無駄遣いであるという批判の記事が出たこともある。ただし、橋の開通後も伊から島の人口は減少傾向であるが、長島や四島に比べると減少傾向は緩やかに、 なったとされている。また小学校の児童数は増加に転じた。島の農業生産に関しても作付け面積と生産量が2010年には橋の開通直前に比べてほぼお倍増となった。中学生は長島の中学校に通っていたが帰宅時の船の時刻を気にする必要がなくなり、クラブ活動を活発に行えるようになった。 休館発生時も救急車で搬送できるようになって、島の住民の生活に大きく貢献した。ありがとうございます。